この日、一郎気取りの会社の先輩はデュエルスペースにいた。じっと遠くを見つめたまま、デュエリストたちからの対戦申し込みを待ち続けた。対戦申し込みは来なかった。まあ結局向き合うということが大事ですからね。向き合うということが、まあ、最短距離でたどり着いたデュエルには、まあ、深みみたいなのもって出てこないですよね。深みは出ないです。それでも一郎気取りの会社の先輩は希望を捨てなかった。おもむろにカードをシャッフルし始め、デュエルスタンバイの姿勢を取った。リズミカルにカードをドローしていく。しかしそこに対戦相手の姿はない。究極のイメージトレーニングが始まろうとしている。頭だけでデュエルを理解しているケースがすごく多いので、それは危険ですね。非常に危険です。なかなか相手来ませんね。早い段階で対戦相手を絞っておくと不利なんです。あまり聞いてるか望む。やめて。ランの抑止竜王の特殊能力でギリフォード・ザ・ライトニングを焼き払われたら、闇のゲームでモンスターと繋がってる一戦の精神まで燃え尽きちゃう。お願い、死なないで一戦。あんたが今ここで倒れたら、王さんや大輔との約束はどうなっちゃうの。ライフはまだ残ってる。ここを耐えれば上原に勝てるんだから。次回一戦シス、デュエルスタンバイ。ユンケル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 でしょ。